皆さんこんにちは、うつ主のカトです。帽子と言ったら私、マリサだぜ。ヨウムです。今回ゲストのセッカです。セッカさんは実況初めてなんですよね。わからないことがあったら私に聞いてくださいね。ほう、ヨウムも教える側になったのか。それってどういう意味ですか？今回は前回のパート1の続きですよね。早く続き言ってみましょうよ。そうだね、それでは始めていきます。その前に皆さんこんにちは、マリオです。マリオが話してきたんだぜ。そこのうぷ主が前回の撮影の後に僕にもトークに混ざってほしいって話があってね。そんなんだよ。だから今回からマリオにも実況に加わってもらいます。まさかこんな有名人と私たちが一緒に実況できるなんてね。夢にも思いませんでしたね。どう？どっちがイケメン？そりゃマリオなんだぜ。なんかどっちもどっちって気が。バッカ、お前、ここはマリオって言っておくんだよ。聞こえてるよ。ポスターの裏にコインがあったね。グッパメ、こんなところにお金隠してたのか。まさかここにも。すいません、まだ操作に慣れてないんです。ここにはなかったんだぜ。じゃあそろそろ次に行こうか。え、なんて。さっきの人の話聞かなくてよかったんですか。いいんじゃない、どうせここは何々村ですみたいな人でしょ。いや、道案内してたぞ。それよりこれどうしたらいいの。とりあえず帽子ぶつけてみようか。あ、次に進めましたね。湖から道が出てきたわね。なんでこんなに道が波状になってんのさ。やっぱそういう道の方がワクワクするじゃない。意外と上り下りは大変なんだよ。明日には筋肉痛だよ。マジか、なんか聞きたくなかったんだぜ。奥に敵がいますよ。やばいぞ、マリオが来たぞ。ちょっと取るよ。よくも仲間を。あいた、よくもやってくれたな。とりあえず全部倒したんだぜ。それじゃあ、次に行こうよ。グッパのポスターだらけね。それを蹴るマリオ。ああこの子の、こいつのせいで。ストレス溜まってるんですかね。ああすっきりした、そろそろ先に進もうか。僕思うんだけど、なんでドアを帽子で開けるの。手で開ければいいじゃない。そうだよね、僕もそう思うよ。扉を開ける勢いで帽子を投げるのってすごく大変なんだよ。あれってマリオの力で開けてたんだな。マリサさん、ファイトです。いや、やらねえからな。次は随分段差が高いんですね。その前に湖ですよ。ちょっと僕休養思い出したから帰っていいかな。まあまあ、コインでも拾いながら行きましょうよ。ちょっと、この季節に湖って想像以上にきついよ。なんだ、カエルがいるんだぜ。うわ、すごく飛びますね。やだな、気持ち悪いな。あ、帽子が。ちょっと、嘘でしょ、待って。いやだ、カエルと合体したくないよ。残念だったな、これは強制イベントだ。あれ、ここは。マリオも楽じゃないね。ここは、もうどうなってんのさ。随分視線が低いですね。別になんか変わった気がしないけどな。あれ、視線が低いぞ。ちょ、まさか。カエルになってるうわ、カエルマリオか。って本当のカエルになってるじゃない。ヒゲはちゃんと生えるんだね。まあ、そりゃあ、僕の大事なパーツだし。おお、今までにないくらい飛んでるぞ。これなら高い崖も登れますね。それはいいんだけどさ、カエルはちょっと。まあ、その気持ちはわかるんだぜ。なんだ、あのカエルは。ちょっと取るよ。あのカエル、マリオだ。カエルでも容赦なく踏んでいってるんだぜ。いやー、この感覚懐かしくて。仲間の敵。あいた、後ろからなんてずるいぞ。いや、人のこと言えないだろ。カエルだと湖が楽だな。さっきから気になってたんだけど、その輪っかってなんなの。おお、あの輪っかをくぐるとコインがゲットできるみたいですね。今度から見つけ次第どんどん取っていこうぜ。あそこにいつものハテナブロックがあるよ。どれどれ、ちょっと中身拝見させてもらおうかな。コインだったわね。ち、つけてやがるな。マリオさんってこんなキャラでしたっけ。あ、マリオだ、やっつけろー。僕もギリギリなんでね、スルーさせてもらうよ。よし、輪っかのコインも手に入れたし先に行こうぜ。なんだ、この帽子は。キャッピーが ZL で戻れるって教えてくれましたね。いやいや、そんなことよりこの光ってる帽子が気になるよ。あち、ちょっと、やられたじゃないか。まさかこんな序盤で。あー、コインが10枚なくなったよ。ごめんごめん、ちょっと油断してたよ。とりあえずさっきのところまでカットよろしく。あいあいさあ。ふう、なんとか戻ってきたよ。さっき落としたコインは後から拾い直せるんですね。そういうところに作者さんの優しさを感じるんだぜ。ふう、やっとカエルから離れることができたよ。やっと次に行けるね。あー、さっきのボスですよみたいな船がいますね。もうボスと戦うの、めんどくさいな。
中間ポイントね。ここは帽子の塔って言うんだね。ここもさっきの船の人たちに壊されたんでしょうかね。一人お気楽な奴がいるぞ。いやどうにかしてって言われてもな、僕大工とかじゃないしさ。いや、町じゃなくてボスを倒してって意味だろ。この先危険だって。やだな、ちょっとルイージ呼んでくるから待っててよ。つべこべ言わずに行け。逆光道にコインがいっぱいだ。簡単に敵の罠に引っかかってるわね。うわ、なんか変なのいるな。なんか近くで見たら賑やかですね。とりあえず今回はボス戦前で終わりたいと思います。次回はボス戦ですので楽しみにしていてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。